虎ノ門大ビルは東京都港区虎ノ門2丁目に所在するオフィスビルである。大手海運会社の商船三井が本社を置き、以前の名称から商船三井ビルとも呼ばれる。当初の名称は商船三井ビル。同一敷地内の虎ノ門三井ビルディングと共に総合設計制度により計画され、虎ノ門三井ビルは1972年9月に竣工。 商船三井ビルは1979年11月に竣工した。2005年3月25日に商船三井系列の大ビル株式会社が本ビルを取得。今後30年間の継続仕様を視野に入れ、内装更新や省エネルギー化、耐震補強などの大規模改修工事が行われた。この工事は空きフロアを作って建物内で、 順次オフィスを移転する方法で進められ、2009年1月に、竣工した。これにより、ロングライフビル推進協会主催の第20回ベルカ、ショーベストリフォーム部門の表彰を受けた。北側の外堀通り、西から南の環状2号、南から東のこと平ぐう裏手の路地に囲まれた三角形の敷地にあり、虎ノ門三井ビルは、敷地東側、本ビルは、 環状2号に面した敷地西側に位置する。本ビルの計画時は虎ノ門三井ビルの別館の位置づけで眼光構造とガラスカーテンウォールにより統一感のある外観となっている。ありがとうございます。